校区隅から隅まで。この番組では三田市内にある20の小学校にお伺いし、児童の皆さんに学校や校区の紹介をしてもらいます。今日の校区隅から隅までは鈴掛台小学校です。まずは鈴掛台小学校の校歌をお送りしましょう。今日の校区隅から隅までは鈴掛台小学校です。続いて鈴掛台小学校4年生の皆さんの登場です。今日は鈴掛台小学校4年生から代表して6名の皆さんにお話を聞いていきます。お名前を教えてください。金子楓です。はい、では金子さん、鈴掛台小学校について教えてください。昭和62年に開校したウッディタウン最初の小学校です。校舎はピンク色で特徴的です。今年で33年目になりましたが、全校生412名で黙って掃除をし、隅っこまでピカピカにしているので校舎はとっても綺麗です。そうなんですね。黙って掃除というのは、これは学校の目標ですか？はい、はい、いつぐらいからしてるのかしら？わかります。じゃあもう金子さんが入った時から。はい、はい、そうなんですね。とってもピカピカな学校でいいですね。ありがとうございます。ではお名前教えてください。岡村日の和です。はい、では岡村さんには鈴掛台小学校の校区について教えてもらいたいと思います。近くには国の重要文化財に指定されている御陵神社があり、学校には大きなプラタナスの木があるなど
豊かな環境があります。また地域のボランティアさんに図書やミシン、楽器の練習などさまざまなことに協力していただきながら学習しています。そうなんですね。岡村さんは地域のボランティアさんに何か教えてもらってますか？図書を教えてもらっています。本を読んでもらってるんですね。はい、読んでもらってどうですか？すごく楽しいです。はい、ありがとうございます。はい、では続いてお名前を教えてください。下江久音です。はい、では下江さんには4年生についてお話を聞いていきたいと思いますが、まずは1学期の取り組みについて教えてください。私たちの学年目標は4年生だです。頑張るんだ、やりきるんだ、教え合うんだと最後を言い切ることで、目標に向かってやり遂げる気持ちを持とうとチーム4年生として全員で取り組んでいます。毎月学年目標も自分たちで決めています。本日は5分前行動をするんだなので、時間を意識しようとみんなで頑張っています。はい、とっても素敵な学年目標がついていますが、こうやってするんだというふうに言うのと、頑張る、やりきるというふうに言うのとでやっぱり違いますか？違うと思います。そうなんですね。じゃあこれからも頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい、ではお名前教えてください。小中井太です。はい、では小中さんにもその他の1学期の活動について教えてもらいたいと思います。5月にありました運動会では沖縄伝統芸能エイサーを踊りました。今度鈴懸台夏祭りでも踊ることになっています。一つ一つの動きを揃えていくことが難しかったです。でも得意の大きな声をしっかり出して大きな動きで踊りました。見ていた人からたちも大きな拍手をもらえて嬉しかったです。そうなんですね。エイサーを踊ったということですけど、どんな衣装で踊ったのかな？手に何か持ったりしたのかな？手には太鼓を持ち、服は黒色の服でやりました。そうですか。夏祭りも同じ衣装ですか？はい。はい、では夏祭りも頑張ってください。ありがとうございます。さあ、では続いてはお二人にお話を伺っていきたいと思います。お名前を教えてください。上田太一です。松森ゆずきです。はい、では1学期の取り組み教えてください。総合学習として1年生に手話を伝えようの学習もしました。学校には校歌と鈴懸台の歌と2曲あります。どちらにも手話がついていて、どんな人とも手話付きの歌を通して仲良くなろうという気持ちがいっぱいです。鈴懸台の歌は4年生が1年生に教えるのが伝統となっているのを、私は転校をしてきたので4年生で初めて知りました。歌と手話を教えます。初めは簡単に教えられると思っていましたが、人に伝えることはなかなか難しいということも分かりました。でも1年生も頑張って話を聞いて手話もしてくれたので、覚えられていてすごいと思いました。そうなんですね。ありがとうございます。とっても素敵な取り組みですけれども、松森さんは好きな詩はありますか？鈴懸台の鈴の部分が好きです。うん、どんな感じなのかな。なかなかちょっとラジオでは伝えにくいかもしれないけれども、鈴のように鳴らすように手話をやっています。そうなんですね。わかりました。ありがとうございます。それでは4年生の2学期3学期のこれからの予定を聞きたいと思います。上中さん、教えてください。はい、2学期3学期には音楽会やマラソン大会があります。市内の4年生だけが参加する連合音楽会があります。僕はたくさんの人たちの前で発表するのはドキドキしますが、いろいろな曲が聴けるのを楽しみにしています。また10歳までの成長を振り返って、今の自分、これからの将来に向けて目標や夢についてまとめる学習もしていきます。そうなんですね。今目標や夢というお話が出てきました。上中さんの夢をじゃあ教えてください。僕はサッカー選手が夢です。そうなんですね。今サッカー習ってるんですか？幼稚園の時は習ってたけど、今は習ってません。はい、ありがとうございます。では皆さんにもね、夢を聞きたいと思います。はい、では金子さんはどうですか？私の将来の夢は漫画家です。そうなんですね。どんな漫画が好きかな？少女漫画です。はい、ありがとうございます。はい、岡村さんはどうですか？
私もかなこさんと同じで、漫画が、になりたいです。漫画家になりたい。好きな漫画はありますか？牛音虎という、牛音という男の子と虎というのが主人公です。はい、わかりました。ありがとうございます。では、下江さんの将来の夢は何ですか？2つもありますけど、1つ目は、上中さんと同じようにサッカー選手です。そのために習い事、サッカー習い事を2つも習っていて頑張っています。2つ目は、ゲームを上手くなるために頑張っていて、ゲームが楽しいからいっぱいやってます。そうなんですね。2つの夢があるということですけど、サッカーポジションはどこですか？左のミッドです。はい、わかりました。じゃあゲームとサッカーと両立頑張ってください。ありがとうございます。はい、では小中さんはどうですか？下江さんと同じサッカーです。そうなんですね。今サッカー習ってるのかな？はい、はい、ポジションはどこですか？フォワード。はい、好きな選手、憧れの選手いますか？久保建英選手です。はい、じゃあ久保選手のように頑張ってください。ありがとうございます。では松森さん、いかがですか？私の将来の夢はピアニストです。そうなんですね。ピアノは習ってるんですか？はい、はい、いつから習ってるんですか？幼稚園の年中からです。そうですか。でもこれから頑張ってくださいね。ありがとうございます。では最後、上中さんにまとめてもらいましょう。お願いします。僕の夢はサッカー選手なので、今は道具と人を大切にすることをしています。これを将来につなげたいので、まとめを頑張りたいです。これからも4年生はやりきるんだ、でチーム4年生で頑張っていきます。はい、ありがとうございます。今日の校区隅から隅までは鈴掛台小学校でした。鈴掛台小学校4年生の皆さんに、鈴掛台小学校や校区について、また4年生の取り組みなどを伺いました。校区隅から隅まで、この番組は毎月第1、第3、第5土曜日の10時45分ごろから放送しています。再放送は翌日曜日の夜7時からと、月曜日のお昼12時45分ごろから行っていますが、しばらく夏休みで放送はお休みとなります。次回の放送は2学期です。9月14日土曜日、小野小学校の登場です。次回もどうぞお楽しみに。